どうぞ皆さんその場にお立ち上がりください。共に聖会を捧げてまいりましょう。父御子御霊のこの聖火持って始めてまいりましょう。父御子そのままにて共に使徒信条を告白してまいりましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊より手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞご着席ください。続きまして詩編の121編、この聖句も共に朗読してまいりたいと思います。詩編121編。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るに、今より常しえまでも守られる。アーメン。改めましてメリークリスマス。皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますように。まず聖歌を共に、ごめんなさい、賛美歌ですね。賛美歌112番、諸人こぞりて、この賛美歌をですね、共に捧げて神様にその喜びを捧げてまいりたいと思います。諸人こぞりて迎えまつれ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。悪魔の人やを打ち砕きで、とりこを放つと、主は来ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。この世の来ませり、平和の君なる御子を迎え、
救いの主どうぞ褒めたたえよ褒めたたえよ褒め褒めたたえもう一度平和の君なる平和の君なる御子を迎え救いの主どうぞ褒めたたえよ
今日も御霊によりて私たちの救い主あのベツレヘムの家畜小屋で密かにお生まれなさった神の御子清きお方主イエスキリスト、そしてその愛する御子を私たちの罪の許しのために天の御座から惜しむことなくお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝すべての生き物を力いっぱい豊かにお捧げいたします。アーメン、ハレルヤ、アーメン。おはようございます。主の皆さん賛美いたします。アーメン、皆さんお元気でしょうか。ハレルヤ、感謝します。今日はですね、普段の、クリスマスの時と、この40年近く私がこの教会で、牧師をしてですね、指導させていただいているんですけども、毎年名のある賛美歌歌手ゴスペルシンガーを招いて、そしてこの時を喜び祝ってきていました。ですけども、この教会の中で、いろんな賜物が発揮されて、今日今から6つのですね、演舞とかダンスとかあるいは賛美チームがこのところに登壇してきます。で、皆様の手元には順番が書いてないんですけども、ちょっとずっと言いますと、タンバリンチーム、そして粟田海さんのゴスペルシンガーですね、それからゴスペルフラー、サウンズオブエデン、子どもたち、またお母さんたち中心のヒップホップ、そして最後に聖歌隊と、そういう形で今から6つのですね、普段いつも日曜日の午後とか特別な日に集まって、それぞれ専門の先生方をコーチングで招いてですね、素晴らしい皆様にまた神様の前に捧げることのできるものがどんどん増えてきていますので、今日は教会の皆さんのタラント、賜物を用いて、そして6つをですね、いろいろとしていきたいと思っています。それでは早速タンバリンチームをですね、講談に拍手を持ってお招きしたいんですけども、毎週土曜日には2時ぐらいから5時近くまで、関木水戸氏という京都におられる先生をお招きして、そしてもう10年以上でしょうかね、このチームが編成されて今日に立っています。で、少しね、ちょっとね、始まる前にインタビューをしたいんですね。で、いつも世話をしてくださっている粟田康子姉妹ね、代表してインタビューをしたいんですけど、ちょっとこうやって来てる、粟田姉妹がいつも世話してくださっています。で、ちょっとね、皆様にタンバリンチームのアピールですね、なんか急なんですよ、もう急に言ってます。本当に急です私たちは見えないんですけれども、もう主が押し出してくださって、このタンバリンというものに対して魅了されている者たちです本当に なぜかなんか熱く燃やされて、もうただ楽しいんですそしていろんなことができること、そして聖書に書いてあることを後で学んだのは、本当に戦いの武器であるし、主を本当に大いに賛美するものであるということを学びました。そのことによって本当に私たちの喜びはそこから来ているのか、第二の天での戦いのために私たちこれを振るうだけでサタンは恐れると、懲らしめを受けるということがイザヤ書に書いてありますけれども、そのような類で本当に私たちは喜んで、そして今十何名かおりますけれども、今ちょっとお二人の方が事故といいますかなりましてお休みしていますけれども、でもまた神様の奇跡を見せていただけると信じております。退院は募集しておられますか。隊員はいつでも募集しておりますし、年齢制限はございません。歩けるようになるところから
そして ここで登れなくなるほど人が集まったらどうしましょう。皆さんできるだけ狭く後ろに行っていただいてそれでもしたいですアーメン、感謝します。今あなた姉妹が言われましたように、麗しいんですけども、神様に捧げるというこの丹波で叩くのは神様に対する感謝の意味もありますけども、同時に悪の技をですね打ち破る、そのような力強い響きが丹波の中にあります。どうぞ楽しんで、ください。拍手を持って、
今日は、ね、特別な日なんで、皆様お名前ちょっとね、はい、ちょっと戻って戻って、カンバカンバ、プリーズ、プリーズカンバ、はい、戻ってきてね。で、先ほど並んだその順番でお願いします。お名前だけですね、せめて、あの方なんて言うんだろうなと思いながら、皆さんきっと見ておられたと思うんですね。ですから、年齢はね、若い子だけ、10代だけ結構です。10代から上の人は、まあ、年齢不詳という感じで、お名前だけでも。ソリマチです。ありがとうございました。ソリマチマキコです。フルネームのありがちゃん。ソリマチ、ソリマチマキコです。ご主人立ってください。ご主人と安原美和です。よろしくお願いします。美和さんです。ソリマチめぐみです。ソリマチめぐみちゃん、いくつ？11歳です。若井ひかりです。13歳です。小林美智子です。小林美智子さんです。大阪の、和歌山の堺の岬から来ています。粟田康子です。菅原恵子です。私 の、 弟の奥様です。東田由里子です。東田由里子さん。平石由紀子です、はい、平石さんは札幌 の、 北海道の進学校でこのフラッグの専門で訓練された姉妹ですね。感謝します。坂平富子です。はい、感謝します。もう一度拍手を持ってよろしくお願いします続きまして粟田佳恵さんの賛美なんですけど、で粟田佳恵さんが歌ってくださって、私の娘がピアノの演奏でアルトを取ったりします。でその他ベースに下津拓也さんです。下津さんもご自分で気の合った仲間でグループを組んでおられて、6丁のですね、そういうバンドを組まれて年に何回かライブをですね、各地でされている、もうほとんどセミプロと言っていいんでしょうかね違うの。それから北山亮君です。粟田佳恵さんです、はい、どうぞ。佳恵さんがゴスペルシンガーのプロのシンガーなんですね。でちょっとだけね、証しを短く、なぜ私がゴスペルシンガーになったのか、なぜと言われたらちょっと難しいんですけど、歌が大好きで小さい時からすごく歌手になりたいっていうだけで10代過ごしてきて、それで神様に出会って、もう神様のために歌えたらいいなって思ってたら、このように賛美できるようになりました感謝です。大した歌は歌えないんですけれども、神様、素晴らしい神様を喜んで歌いたいです。賛美したいです。東京のアイドル歌手に対抗して、吉本が大阪でそういうアイドルグループを作って、そしてオーディションして集まってきたそのグループが、大阪パフォーマンスドールズとね、そこで選ばれて、そこからですね、プロに切られて、まあ、そのグループは解散して今はないんですけども、そのところからプロの歌手としてスタートして、今は、拍手を持って。
拙い賛美だけれど心込めて捧げます。偉大なあなたの御業を変わらないあなたの愛を追いなるあなたの皆を高
昔からあるんですけれども、この状態でもどうぞ。ゴスペルフラフラダンスの中でも一つに賛美歌とかそういう信仰に関する歌詞なんですけども、まあ、曲はハワイアンのような曲ですね、メロディーがね、まあ、そういうので振り付けもそれにふさわしく振り付けして神様に捧げ、また多くの人々に見ていただくと感動していただくということで、ゴスペルフラというジャンルがあるんですね。この教会で今から3年4年ほど前にゴスペルフラが始まったんですけども、ちょっとその辺のいきさつをいつも世話しておられるリーダーでもありますですね、なぎさんに。あ、すいません、はい、山本と言います、よろしくお願いします。私たちはウエリナ・リノと言います。ウエリナは愛を込めて、リノはつなぐという意味があります。神様の福音を愛を込めてつないでいくようにと名付けられました。実際ウエリナ・リノの活動が始まったのは3年前です。で、もともとはナロケという大きな本部があるんですけれども、そこから神戸が独立してウエリナ・リノとして活動しています。今はみんな今日はクリスマス礼拝なので母教会に帰って礼拝してますので、このメンバーなんですけど、いつも8人から9人でレッスンしています。で、来年からは日曜日にレッスンの時間を少し持ちたいと思っていますので、日曜日だったら練習できるという方がいらっしゃったら、ぜひご参加くださるようにお願いいたします。以上です。山本彦さんはね、私の家内、妻の弟の奥さん、ややこしいですね、はい。先にインタビューします。お名前、年と。高田しおんです。10歳です。高田しおんちゃん10歳です。この5月に、6月だったかな、大変な大きな手術、もうお医者さんが、こんな小さな子供にこんな手術をしたことがないというすごい大きな手術なさったんですけども、本当に皆様の祈りによって奇跡的に守られ、そして癒され回復して、今日ここで元気に皆様前でこのフラがご披露できること、本当に嬉しいですね。もう痛くない？もう痛くない？たまに痛い時もあるけど、やっぱり膵臓の部分をかなり手術してるんで、たまにやね。今日痛くないね。上西敦子です。よろしくお願いします。牛井先生の妹さんです。そして今滋賀県の彦根に住んでおられて、このフラが本当に大好きで、こちらに来て練習して、今日ですねこちらで礼拝守っておられます。凪千恵美です。よろしくお願いします。凪さんが一番の、ね、この中で多分ベテランかなって思うんですけども、本当にかなりのもう力を持っていらっしゃる素晴らしいダンサーですね。感謝します。三熊美恵奈です。7歳です。伊藤美恵奈。三熊美恵奈です。あ、三上。三熊なんだか、三熊へ。みくまみゆなちゃん、何歳ですか？7歳です。7歳。かわいいですね。なぎさんのお孫さんです。細川純子です。よろしくお願いします。拍手を持って。はい、よろしくお願いします。Oh
かもいかね花ほはおべてれへんまへなにかふわか Virgin Mary なにのかまくはまりこけあおハレルヤ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  ホザナホI'm not
たくさんの出演がありますので、ちょっと一息ついて、皆様とご一緒に賛美を捧げていきたいなと思います。教会はクリスマスに関して、賛美が本当にも無数と言っていいぐらいあるんですね。で、私たちの知っている賛美はごくその中の一部であって、カトリックもあれば正教、オーソドックスもありますからね。聖公会とか私たちの知らない、クリスマスソングがあふれるほどあるんですけども、今日はその中から私たちよく知っている一つの静かに眠れるですね、小さき村っていう、この曲はベツレヘムっていう名前が出てきます。聖書を読むと、イエス・キリストは少女マリアから生まれて、そして生まれた場所がベツレヘムという、今はまあ数万人ぐらい住んでいるような町でしょうけども、当時はイスラエルの尊敬されるべきダビデという王様が生まれた出身の村として、ユダヤ人の間では深く知られている場所なんですね。世界の救い主はやがてこのベツレヘムから生まれてくるという旧約聖書の予言があるんですね。その予言の通りに、今から2018年前にイエス・キリストがベツレヘムの村で誕生なさいました。しかもそれはその場所に生まれたということ自体がすごい奇跡の中の奇跡なんですね。まあ、これはちょっと後でメッセージで触れるかもわからないんですけども、今もそのイエス様がこの場所に生まれたという言われている場所に、カトリックなんですけどもの所有するベツレヘムのキリストの降誕教会ですね、あります。もう聖地に行けば、そこは必ず立ち寄らなければならないところなんですけどもね。教会の聖壇の真下で、ちょっと人が一人か二人交差できるような狭い通路を地下1階ぐらい下っていったら、その一番そこに、ここでイエス様が生まれたよっていう場所があってですね、もう今まで何十億という人々がそこに行ってこう手を置いてですね、キリストの降誕をね祝った、そういう場所があるんですけども、今もそういうことで知られている町の名ですね。で、ニュースなんかでも24日のクリスマスイブでカトリックが盛大なミサをします。その様子が NHK ニュースなんかでも、短い時間ですけども流れたりしますよね。そのベツレヘムですね、イエス・キリストが生まれた町です。短く賛美します。サウンズオブエデンだったでしょうか。それで合ってましたですね、はい。で、サウンズオブエデンは4人の方々によって編成されている
大人の雰囲気を醸し出す賛美のユニットですね。キリスト教会は、かなりのレベルのあるんですけど、世界の歴史の中でもやっぱ音楽を引っ張っていったのは教会ですよね。教会から音楽が発達して、今さまざまなジャンルで歌がある、歌謡曲とか、ね、演歌でいっぱいあるんですけども、やはり教会が歌のオリジナルでもあるんですけども、まあ、日本の教会はまだサイズが小さくて、いろんなゴスペルも多いんですけども、このような4人のですね、ユニットの雰囲気で、大人の雰囲気で賛美をするグループはそんなにないんですね。私本当にこの4人の方々の賛美を推奨しているし、 YouTube で今まですでにかなりの曲が流れていますので、よかったらぜひ、ね、YouTube でサウンドオブエデンを弾いてくださればいつでも聴けますし、素晴らしいハーモニーを、ね、聴かせてくださっています。ちょっと4人ですのでインタビューだけしたいと思います。お名前と。関山翔一と言います。サンダーホーリーチャペルで、ですね、その場所で生活されて、教会を守ってくださっていますし、私が教会に来始めた頃に彼のお兄ちゃんと私が同期で同じ年でね、でもうその方亡くなられたんですけども、関山ですね、勝也さんと言われるんですけども、そのお兄ちゃんに連れられて彼が教会にすぐに来始めました。その時は中学1年生ぐらいでした。小1ですから、ショボンショボン言ってね、ショボンショボンとしょったらあかんでとか言ってですね、いろいろ言いながらですねやったんですけど、とっても素晴らしい。ベースをね、今回担当してくださっています。またデザインが素晴らしいですね。で、今回のクリスマスのデザインとか教会の主なそう行事のデザインは全部関山兄弟がデザインしてくださるんですね。素晴らしい賜物を持っておられます。ですから、もし皆さんの中でご商売で何かデザインとかチラシを作ってほしいなと思われたら、関山さん頼まれていいですよ。皆さんとってもセンスがいいから、私大好きなんですね。はい、感謝します。宣伝も終わりました、ね、ありがとうございました。清水正男と申します。はい、感謝します。奥さん、清水明子です。アメリカに写真、何か一言。今日私たち歌うんですけれども、私たちが歌うときに本当に神様の栄光が、神様に栄光があるようにと願っています。私たちは歌うんですけれども、皆さんは本当に心を神様の御前に注ぎ出して、神様を見上げて一緒に心の中で賛美していただけたらと思います。よろしくお願いします。ちょっと奥様、明子さんって言われるんですけど、じゃあ一言。なかなか練習の機会が少なくなってたんですけれども、今年から月に2回練習することができるようになりまして、4人で、関山兄弟3だからお見えになるので、なかなか一緒になることが難しかったんですけれども、機会が与えられまして練習も積むことができました。まだまだだとは思いますけれども、神様の前に私たちが練習してきたもう最善のものを捧げたいと思って賛美をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、とそれから後でね、ひょっとしたら叱られるかもわからないんですけど、私の娘ですね、皆さんの前でめったに声を出すことがないんです。いつも陰で控えているんですけども、5歳ぐらいの時からヤマハ音楽教室に通って、エレクトーンから入って、10歳の時にこの曲、私がまだ牧師になったマナシの頃、ピアニストがいませんでしたから、彼女に10歳からお願いして、今に至るまで、何年とは言いませんけども、忠実に奉仕をしてくださってて、試験の時も祈祷会に来てですね、もう一度も嫌だと言って休んだことがないんですね。ですから本当にいつも陰であまり顔に出さないんですけど、素晴らしいハーモニーを取ってくださるし、私の牧会にとって私が3分の1ね、家内が3分の1、娘が3分の1、それぐらいの比重で支えてくれている娘だとそのように思っています。一言だけ、ちょっと皆さん生の声聞いたことないでしょ。坂
本あゆみです。よろしくお願いいたします。私の歌を歌うのは実に平気なんですけど、喋るのはねちょっとあんまり好きじゃなくて、ほとんどこうやって喋ることはないんですけれども、サウンズオブエデンの働きももう多分10年近くさせていただいています。日々技術もスピリットも向上していって、神様の御前に良いものを捧げたいと思っていますので、皆様これからもお祈りよろしくお願いいたします。アメン。娘の旦那も一応洗礼を受けてるんですけど、最近やっぱり教会汚くってもう好きでね、もう休みだったらずっと行ってるんですよ。それからハンディが2とか1とかね、クラブチャンピオンになるぐらいのね、もうすごい腕前ですね。私もたんまに年に 1,2 回行くんですけど、もう話されて、まあ、面白ないなと思ってですね、もうくそーっと思いながらやるんですけど、勝つことはまずないですね、はい。そういうことでございます。もう一度拍手を持ってサウンドオブエデン。
ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。続いてこの教会去年からヒップホップというですねものを取り入れて、藤原翔吾さんというプロのコーチの人がついてくださって、そして年に 3,4 回でしょうかね、皆さんも前にご披露できるまでに今成長しています。今皆さんねテレビ見てても昔は昔っていうか私の子供の頃は庄司太郎さんっていてね、赤城の子守唄なんてですね、不動の形で直立で、そういう歌詞がほとんどだったんですけど、今はそういう方はほとんどいませんね。もう背後で必ずダンサーがついて、そしてこうですね踊りが必ずついてるんですけども、そんなわけで、まあ、EXILE っていうのはね有名なダンサーたちもいますし、どうぞ今から準備してください。でこの教会でもですね思い切って、取り入れましょうということで、始めました。本当に皆さんも子どもたちが踊りますので、こう身を乗り出してね、なんか見たくなるような、そんな感じですね。これからはまさにヒップそういうダンスの時代がもうすでに始まってるんですけども、聖書を見ると、ね、タンバリンと踊りで主を称えたです。タンバリンとダンスで主を称えと書いてますよ。ですから私たちはモーゼの幕屋は静かにですね膝を揃えて、そして静かに賛美をする。これはこれでまた値打ちがあるんですけども、しかし聖書を見るとあらゆる楽器そしてタンバリンやダンスを持って主を称えよとね聖書に書いてありますので、そのような聖書の教えに即したことを私たちはやってるんですよということですね、ご理解していただければと思います。それでは早速ヒップホップダンスのご紹介します。アメン。愛すべきものを守るために日々戦ってくれたこと、今まで多くの涙と祈りを持って愛を貫いてくれて知っているよ、心の中にあなたの愛が息づいてる。手のひらを向けて光受け取れば命の鼓動が流れている。まだまだ言葉は足りないけど素晴らしい、あなたはファミリア。まあ、僕の夢を追う旅路に
前の通りたくましく君が生きてゆくことだけ願っているよ大切な君の心に僕らの愛が息づいてる望んだようにはならずに苛立ち心が通わない時もあるけど戸惑い悲しみ全てのものを抱きしめてくれたファミリア心が通わない時もあるけど戸惑い悲しみ全てのものを抱きしめてくれたファミリア決して揺るがないファミリア
ちょっと待ってストップはい、あの名前と何歳かなって、はい、お名前。藤原愛です。6歳です。藤原愛ちゃん6歳です。菅原よしきです。5歳です。森本隆です。7歳です。粟田陸です。7歳です。菅原若菜です。7歳です。菅原真弘です。5歳です。谷口光大です。7歳です。重本優です。5歳です。ベネアヤです。ベネットアイさんです。菅原あずさです。甲賀ハンナです。粟田香恵です。菅野聖子です。菅原愛子です。藤原翔吾です。皆さんこんにちは。ちょうどお昼になりましたので挨拶がこんにちはに切り替わりました。ありがとうございます。皆さん支えていただいて、日曜日、月に2回ほど、隔週であったり、ちょっとイレギュラーがあったりするんですが、月に2回ほどレッスンを持たせていただいております。で、今日ね、踊った音楽も1曲目は日本語ですごく分かりやすかったと思うんですけど、結構こう激しいサウンドだなと思われるかもしれませんが、2曲目なんかは本当に賛美歌です。オーストラリアのヒルソングっていうところで歌われている賛美であったりとかします。で、今本当になんていうか、こうボンボンとこう激しい音楽が流行っていますが、そんな中でもこう賛美が生まれ出ていって、でこうやってダンスができるってことは本当に嬉しいことだなと思っています。本当に菅原先生がおっしゃった通り、踊りを通して神様を賛美できたらもうこの上ないなと思っております。で、こうやって子どもたちが起こされて、一緒にこのような機会を与えられて感謝しております。どんどんね、神様に祝福いただいて前に進んでいきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。感謝します。はい、最後に聖歌隊が来るんですけども、その前に、ちょっと準備してほしいんですけど、タンバリンと踊りで塩叩いよっていう賛美があるんですよ。それちょっと用意していただいて、あゆみさんタンバリンと踊りで、知ってる方は知ってますね。で、賛美して、その後聖歌隊をお迎えしたいなと思います。そしてその後メッセージに入っていきます。できる限り12時半に終われるように努力いたします。タンバリンと踊りで主を褒め称えよ、タンバリンと踊りで主を褒め称えよ、イスラエルの賛美を住まいとされる聖なる方に心込めて褒め歌を、褒め歌を歌おう。タンバリンと踊りで主を褒め称えよ、タンバリンと踊りで主を褒め称えよ、イスラエルの賛美を住まいとされる聖なる方に心込めて褒め歌を、褒め歌を歌おう。聖歌隊シャロームの方々がご奉仕をしてくださいます。で、リーダーの指揮者のコンダクターの泉美佐子さんです。どうぞ。またピアノの伴奏は島田久美さんです。感謝します。どうぞ。ちょっと一言だけ、めったに
インタビューできないんですけども、ちょっとあの宣伝兼ねて聖歌隊のことよろしく。感謝します。泉美佐子と申します。私が、教会に来るきっかけになったっていうのが、まず賛美がしたいからということでした。前から、PTA のコーラスから始まって、あの歌が好きでやり始めたことなんですが、あの歌はどうしてこんなに素敵な音楽ができるのかなっていうところから始まったら、バッハやベートーベン、ブラームス、あの人たちの作曲が素晴らしいことで、でミサ曲を歌うようになってから、やはり神様のことを知らないと気持ちよく賛美ができないんじゃないかというところから教会に足を運ぶようになりました。もうかれこれこの間去年30年の、教会生活で、祝福を受けたんですが、今ここにいる人たちは30周年の、時から結成をしてやり始めました。聖歌隊自体はうちの教会では、私が教会に来た時からずっと始めていましたけれども、今のこの状態になったのは30年のことをきっかけに始めたことです。もうそれから牧師先生が非常にご尽力なさって、去年の3月から専門家の野田先生を交えて、私たちがいつも練習をするようになりました。月に1回ですけれども、私たちの拙い演奏が一人ずつが本当に賛美を持って幸せを感じ、で基本的な声の出し方をしようとしています。どうぞ、神様を見上げる心と、歌が好きな方、年齢は解いておりません。どうぞご一緒に賛美ができたら幸いかと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございます。感謝いたします。まあ、時間もかなり来ていまして、予定は12時半に終わる予定なんですけども、ちょっとだけ時間の延長をご容赦お願いしたいなと思っています。短いですけども、せっかくこうしてね、クリスマスはイエス・キリストの ご降誕を、まあ、祝う日として世界中で言われて、まあ、いるんですけども、お手元 のプログラム手法を見ますと、こんなこと書いてますね、はい、ちょっと私読んでみますね。今年もイエス・キリストのご降誕を祝う日がやってきました、ね、でキリスト誕生を祝う習慣が表面化したのはローマ帝国がキリスト教徒を迫害することをやめてからのことです。250年に及ぶローマ帝国によるキリスト教徒迫害が続きました。初代教会の最初のキリスト教が始まった頃は、100年頃まではユダヤ人がユダヤ人の中の人がキリスト教に改宗したクリスチャンを、まあ、いじめて迫害してたんですね。次第にユダヤ人よりもイエス様はユダヤ民族に身を置かれましたね。ユダヤ人ではありません。イエス・キリストは神の御子です。ですからユダヤ民族の中で身を置かれましたけれども、イエスご自身は聖霊によって身ごもられたお方ですから、ユダヤ民族、ユダヤ人ではありません。ユダヤ民族をゆりかごにしてこの世界にやって来られましたということなんですけれども、で、やがてユダヤ人以外の人がキリスト教にどんどん改宗していくんですね。でそこでローマ帝国の支配にですね、影響を来すと考えたローマ皇帝が組織的に迫害に乗り出したと。今皆さん、中国が今習近平体制が宗教弾圧に入ってきてて、キリスト教だけではないと思うんですけども、イスラム教徒も含めて、中国は今この時点でキリスト教徒の多くが迫害に遭おうとしています。教会が破壊されたり、私のように教会のリーダーたちが捕らえられていくということが今各地に起こり始めています。この現実のことですね。つまりその当時のローマ帝国もキリスト教徒があまり増えすぎると自分たちの支配に都合が悪いから新しい宗教を弾圧したんですね。今の習近平もそれに似てるんですね。皆さん、中国ではキリスト教徒が1割いるんです。1億人以上にして、皆さん、中国は13億の民ですけども、1割以上が、だから中国に行くと、日本の人口ぐらいが全員がクリスチャンであるという、まあ、そういうことで、キリスト教の拡大をね、嫌がっているんだろうと思うんですけども、ローマでそういうことがありました。そして、コンスタンチヌス帝、ちょっとここに出れたら出してくださいね、コンスタンチヌス皇帝の時にですね、キリスト教に改宗ですね、時に、皇帝自身がキリスト教に改宗して迫害が終わるんですね。そして、ですね、ローマにおける公認宗教としてキリスト教が公に信仰してもいいということで、認められてきたんです。それが、313年なんですね。ちょっと歴史の話なんですけども、高校あたり の世界史で学ぶミラノの勅令ですね。ミラノという町で勅令ですね、コンスタンチヌス皇帝がキリスト教とはもう隠れなくていいよ、もうローマでは迫害を受けないからねということで、これ非常に歴史的な勅令だったんですけども、この時以来ですね、キリスト教の寛容令が発布されて、今日に至るまでヨーロッパではキリスト教がどん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 ですね、教徒が増えて、そしてやがて日本にもね、中国やアジアにもですね、アメリカ経由でですね、たくさんの宣教師がやってきて、アジアも今どんどんクリスチャンが増えています。皆さん、今世界ではクリスチャンが増えているのはヨーロッパではないです。アメリカはほぼ停滞気味です。ヨーロッパはどん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 クリスチャンの数が減っていって、やがてあと 2,30 年したらヨーロッパはイスラム教徒の国になるとさえ言われています。それほどヨーロッパはかつてのキリスト教の輝きを失って、多くの人々が残念なんですけども、教会からあるいはキリストに対する信仰から離れているって現実があるんですけども、ところが皆さん、アジアではすごいですね。今言って中国もそうですし、韓国は人口の約3割ですね、
4500万人の南の韓国が人口いるんですけど、1500万人ぐらいがしかも熱心なクリスチャンです。ですからこの韓国もそうですし、アジアの多くの国々、皆さんね、今世界で最もキリスト教が伸びているところはネパールです。今から20年ほど前は信徒は5万人ぐらいしかなかったネパールが今200万人とか300万人、ものすごい勢いでネパールがですねキリスト教化されているということですね。日本だけがなぜかもういつまでたってももうちまちまちましましてね、もう小さい小さい教会でね、日本の最大の悩みはやがて教会が消滅するんじゃないかってですね、絶滅危惧種に指定されかねないですね。いやこれは笑い事のようだけでもある意味本当に深刻な問題です。この教会を幸いにしてこうしてたくさんの方がお見えになるんですけども、地方に行くと多くの教会が、もう私74歳なんですけども、私が行くとね、若い人が来た若い人が来たと言ってですね喜んでくれるんですよ。それほどもうすでに信徒の方々が高齢化していると。で牧師様もいない、やがて教会も閉じないといけない、こういう教会が8000の教会のうちのかなりの数が今教会が将来の見通しは立っていない、こういう状態、これ日本なんですね。これアジアでも皆さん日本だけが特別に何かあるんですよ。でも私たちは神様のこの全能の力を信じていますので、日本は今そのような状態ですけども、やがて世界がびっくりするようなほどに日本にクリスチャンが降ると、そう私は確信しています。確信しています。え、あの日本がと世界中の人々がいぶかるほどのすごいことが日本に起こると、そう信じます。それは皆さん一人一人が神様にあって活躍し用いられる結果そうなるんだろうと思うんですけども、皆さん実は日本は今から450年ほど前にですね、ザビエルが日本にやってきて、そして布教活動したことをご存知ですね、カトリックですけども、皆さん日本の人口がその当時1300万人ぐらい織田信長の時代いたんですけども、実に100万人近いキリスト教徒が生まれたんですよ。大名がたくさんね、ご存知のようにキリシャン大名になってね、そして高山右近に至っては高槻において1万2、3000人の領民がいたんですけども、皆さん8000人ぐらいキリシャンになったんですよ。だからキリスト教徒は高槻において7割から8割皆さんね、キリスト教徒になった時代があるんですよ。迫害ない、ね、ですからこの日本においてもこの聖書の教えがね、キリストの教えとキリストによる良きね、この救いの知らせがですね、日本においても驚くような形で神様がこの日本に訪れてくださると私はそう信じています。ね、ここにいらっしゃるすでにクリスチャンの方はそのことを期待していこうではありませんか、ね、そして、ですね、話戻しますけども、です、ね、ローマ皇帝がですね、キリスト教の指導者を集めてイエス・キリストの誕生を盛大に祝うことをしようじゃないかということで、いつがいいかということで聖書を見ると日にち書いてませんもんね。キリストは12月25日までどこにも書いてませんよ。ですね、どの聖書、どこの国の聖書言っても書いてません。日にち書いてないです。だけども12月25日に祝うようになったのはこのミラノの勅令の後ですね、教会の指導者たちを集めて、そしてキリストをいつの日が祝ったらいいかということで、太陽が日々近づく冬至のその日ですね、昨日が冬至だったんですけども、皆さん毎日何分太陽が昼間の時間長なのか知ってます？毎日1分30秒、1分30秒積みさ、これが毎日ね日が長くなるんですよ。嬉しいですね。10日したら10分ね、15分ね長くなるってことなんですけども、とにかく太陽が近づく北半球にとってですね、義の太陽なるキリストの誕生を祝うにふさわしいんじゃないかということで、当時の指導者たちが集まって12月25日をキリストの誕生日としたんじゃなくって、キリストの誕生を祝う日にしましょうと言って決まったのが12月25日なんですね。ですから私たちそれがもう1700年近くも続いていますので、そのことで12月25日をキリストの誕生ですね、祝う日として全世界で祝っているということが、そういうですね、ことがあるんですけども、なぜこんな話をわざわざするかというと、12月25日をキリストの誕生日ですよって私たちは聖書をよく知らないで言うと、それ間違ってるよ、聖書のどこにそんな書いてあるのって言われたら、聖書に書いてないから、
だからそこのところでね、教会の先生が12月25日言うてたー言ってもですね、それは世界に通じないですね。つまりですね、そういう私たちのそういうこのキリストの降誕の日をですね、こうついて私たちの信仰の土台を揺るがそうとする、そういう働きもないわけではないんですね。ですからクリスチャンの方は12月25日を誕生日と言い切らないで、キリストの誕生を祝う日として私たちはここに集まってるんですよと、皆さんそのように言うと間違いはないんですね。しっかりとクリスチャンの方々はそのように覚えてほしいんですね。で、聖書をよく読むと、キリストの本当の誕生はいつ頃かというと、9月の終わり頃から10月頃じゃないかというのが今の定説になっています。日にちはもちろんわからないですね。まあ、そういうことがあるということを皆さんね、知っておく必要があろうかと思います。でね、もう時間がないんですけども、皆さん、キリストはどんなお方か、それをね、神の御子であられお方である、ね、そして聖なるお方であられる、ね、神の一人子ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。ハレルヤ、ね、神は実にその一人がお与えになった。これがクリスマスの日ですよね。イエス・キリストの降誕の日なんですけどもですね、私はそれを今日祝ってますけども、イエス様は神の一人であられた。私はそのことを聖書を通して、知って、そのことを信じています。それからキリストが来られた目的は何かというとですね、私が来たのは人々の罪を裁くためではなくって、人々の罪を許すために、アメ、永遠の命を与えるためにイエスはこの地上に来られたと聖書に書かれています。だから私たちは教会はですね、特別な何かですね、特別な人が行くところだろうと、私たちは勝手にそのようなイメージを私も教会来る前は思っていたんですけども、皆さんそうではないですね。イエス・キリストは私たちをですね、本当にこうですね、招くためにね、罪人の私たちを招くためにですね、罪人の私たちを救うためにこの世界においでになられた神の一人子です。神様の御子です。で、聖書でいう神様っていうのは、手で木やあるいは石や何かで作った鋳物でいた、そんな形あるものじゃなくって、聖書の言う神様は天地を作られたお方です。全能なるお方です。聖なるお方です。私たちの気持ちを汲み取ることのできる人格を持っておられるお方です。そしてただ一人のお方であると聖書に掲示されていますね。私たちはその神様を信じています。私たちは人間の手で作ったものに何か自分の願いを願をかけるということはしても意味はないと悟っていますので、私たちはこの天地を作られたこのお方を礼拝し、このお方のもとにひざまずき、このお方に向かって私たちはイエス・キリストの御名によって天のお父様に祈り願いを捧げています。そして私たちはその天のお父様にイエス・キリストの名によって祈ったことの多くは、その祈りがふさわしい時に神様の方法でその答えがあることも多くのクリスチャンは皆さん知っていますね。アーメン。そのように神様は私たちの祈りに対して決して虚しい応答をなさるお方ではありません。私たちの祈りを祝福くださるお方ですね。そしてイエス・キリストは弱い私たちを招いているんですね。すべて重によって苦労している人、辛くなっている人、あるいは行き詰まっている人、人生ってよくわからないよねと言ってですね、いろんな形で私たちは人生でつまずきを覚えたり、弱さを覚えたり、思い煩ったりするんですけれども、しかしイエス様はそのような私たちを招いておられると書いています。私たちはそのことをですね、信じて、さらにですね、イエス様のもとに多くの方々がおいでになることを心から招待して喜んで、ですね、お招きしたいと思っています。で、私もね、今から57年ほど前に17歳の時にですね、人生に行き詰まるほどではないんですけども、大学受験に行き詰まって、それがきっかけでですね、近くにおられた宣教師のところに行って勉強英会話をしようと思って行ったことがきっかけで教会に来るようになり、先ほどの泉さんじゃありませんけども、賛美歌
の歌に心惹かれて教会に行ったらいい賛美歌があるなと思って進んでいったというんでしょうか、ですね、大学受験に行き詰まっていましたから行く大学もないしつまらない高校時代だったんですけども、しかし教会に来るようになって新しいミッション使命、そして自分が生かされている意味、そして聖書のお言葉に信頼して歩くことがですね、人生にとって最も素晴らしいことなんだということが教えられて、そして現代に至っているわけです。そのようにして私は生まれつきクリスチャンでもなければ、親は普通の仏教のですね、浄土真宗のお家でですね、家に仏像があってごくごく普通のお家で育ったものですけども、しかしイエス・キリストはどんな人も招いておられます。今までこんな宗教してた、あんな宗教してた、それは関係ない。イエス・キリストは全ての人を招いておられるんですね。そして疲れた人、重荷を負った人は私の元に来なさい、私があなた方を休ませてあげます、休ませてあげます。これはまだイエス様を知らない人のための御言葉のようにして、私たちクリスチャンはよく使うんですけども、実はクリスチャンのためでも皆さんあるんでしょ。皆さんクリスチャンだからといっていつも元気でいつもバリバリしていつもってわけにいかないですね。クリスチャンになってもですね、何かのことでつまずいたり問題があったり心がですね折れそうに皆さんなることがあるじゃないですか、疲れてね。ですからこの言葉はクリスチャン以外の人じゃなくて、クリスチャンの以外ありますけども、クリスチャンである皆さんのためにも皆さんこの言葉があります。だからクリスチャンライフやってても生活やってても疲れて重に負ってるな、イエス様を信じてるのになぜこんなにしんどいかななんてね、時々私たちは思うことがあるかも分かりませんけども、皆さんそんな時こそ私たちは本気でイエス様のもとにやっていくならば、神様私たちに休みと平安をくださるお方です。そしてイエス様は私たちの罪を背負って十字架の上でその尊い命を捨てるために十字架でその命をお捨てになられました。それは私たちの罪を背負って私たち人間のすべての罪の罰を神の御子イエス様が一身に受けられて、そして私たちの罪の罰が私たちに来るべき罪の罰が私たちに来ないでイエス様に行ったということです。ハレルヤ、アメン、ね。まあ、これ、まあ、携帯罪としましょう。私は生まれてきました。でも私たち皆さん、みんな生まれつき罪を持って生まれてきましたね。自己中心ですね。私は正しい、私は問題ない、私は聖なる人だと言い切る人ほどいないと思いますね。みんな生まれた時は罪を持って生まれてきました。だけども罪なきお方がこの世界に来られて十字架の上で私たちの何ですか、罪を背負われた。ハレルヤ、私たちの罪をイエス様背負われた。これが聖書の教えなんですね。良き知らせ、福音なんですね。ですから私たち人間の罪は人間が誰も贖うことはできないですよ。神の御子、清い一人子イエス・キリストだけが、罪のないお方だけが罪のある私たちの全ての人間の罪を背負うことができた。皆さん、これがイエス・キリストの十字架です。ですからイエス・キリストの十字架によって全ての全人の罪は許されています。全人の罪許されています。ただ私たちはイエス様と個人的な関係を持つ必要があります。皆さん、全ての保険はみんなに提供されています。でも皆さんね、その保険のですね、入るためには契約をしないと個人のものにならないでしょ。全ての人に皆さん入ってくださいと言って保険会社は提供してるわけです。でも契約したものだけがその保険のですね、特権というかそれを受け取ることができるわけです。イエス・キリストの救いも同じことです。みんなに提供されています。だけど私たちは個人的にそれを受け取らなければイエス様の恵みはあなた個人ものにならないと、このところで信仰が必要になってくるわけですけども、イエス様は私たちの罪を背負ってくださったんだよということが聖書に書いています。そして私たちのイエス様は私たちに豊かな命を与えてくださるお方です。私が来たのは羊に命を得させ、また豊かにその命を与えるために来たんですよと言われる中に書かれていますよね。どうぞ出してくださいよ。皆さん、イエス・キリストは私たちに豊かな命を与えるためにこの世界においでになられました。そのことをお伝えしておきます。
最後にですね、ラジオネの6章の5章か5章の4節から5節だけですね、見ていきたいと思います。第一話のこのところだけ一緒に読んでお祈りしたいと思います。はい。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありません。アーメン。世に勝つものとは誰でしょうか。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。私は世の中でさまざまな問題があるでしょう。嬉しいことも悲しいことも辛いことも喜ぶこともあるでしょう。私たちはいかなる状況の中にあったとしても、私たちがこの世に勝つ条件はイエス・キリスト、神の御子と信じる者が真の勝利者だと聖書は保証しています。アメン。私は人間は強そうに見えても本当は弱いですもんね。強そうに見せかけているけれども本当は弱いですね。今うまく物事は言ってて、そしてですね、飛ぶ鳥を落とすような、ね、勢いのある人でも2つ3つ皆さんつまずきがあると一気にその人は自信を失い、そしてですね、生きる希望を失って、ですね、落胆する。皆さんそれが人間の本当の姿ですよね。ですから本当に強い人は一人もいません。どの人はちょっとだけ言いましょう。本当に強い人は一人もいないよ、はい、いない。強そうに振る舞ってるだけ。これ真実です皆さん。強い人いませんよ。本当はそれは、ね、いない。強そうに見せてるだけで本当は強くないですね。だけどもイエスも言いましたね。世に勝つ者とは誰か。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。皆さんここにおられる多くの方々はイエスを神の御子として信じておられますよね。あなたはその条件を満たしています。この世に打ち勝つ条件をあなたは満たしています。イエスを神の御子と信じる者は皆勝利者となることができるんです。祝福をお祈りいたします。天の父様、皆をあがめてありがとうございます。今日は素晴らしいこのクリスマスのセレブレーションありがとうございました。今御言葉をお伝えしました。一人一人の中に信仰を与えてください。信仰を与えてください。そしてイエス様と個人的な関係を持つことができるように祝福してください。よろしくお願いいたします。また一人一人の上にあなたの豊かな祝福と癒しがありますように、聖霊に満たされますように。今病気のため短く祈ります。天の父様、一人一人の上に今あなたの力ある御手が働いてくださって、全能の力によってイエス・キリストのお名前によって一人一人が癒されますように。イエス・キリストの御名によって癒されたり、すべての病からの癒しを宣言します。すべての痛みからの解放を宣言いたします。私は主あなたを癒すものである。あなたの圧倒的な全の力によって一人一人が癒しを体験なさいますように。また聖霊に満ち溢れますように、力に満ち溢れますように。聖霊に満ちてあなたの神の子供として大胆な信仰が与えられて、多くの人のために手を置いて祈ったら病人がどんどん癒されるように一人一人を用いてください。神の教会が大きく大きく成長しますように、日本の教会がどん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 大きく成長しますように、すべてのものが膝をかがめてイエスは主であると、すべての生けるものが膝をかがめてイエスは主であるという日が来ると書かれています。あなたの予言が成就しますように。この日本の救いを祈ります。一人一人の家庭の問題からの介護と救いを祈ります。癒しを祈ります。一人一人を強めてください。また今から捧げる捧げ物の中に主ご自身が働いてくださって、その捧げ物を用いてください。10分の1聖願感謝礼ごとの捧げ物を祝福してください。天における報い、地における報いを祈ります。神様覚えてください。勤めている職場を祝福します。経営しているお仕事やクリニックを祝福します。個人の経済を祝福します。就職活動の働きを祝福します。日本の政治が正しい方向に導かれますように、拉致問題が速やかに解決していきますように、異教徒の中から大勢の方々がキリストのもとに立ち返って、神のもとに立ち返ってきますように、迫害されている教会とクリスチャンたちを守ってくださって、迫害している者の中からパウロが変えられたように多くの者が主のもとに立ち返ってきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復があります。
今週も一人一人覚えてくださって、この1年の恵みと感謝とともに、神様、交通事故の加害者や被害者に会うこともなく、神様、公共の飲み物事故から除損事故も含めて守られていきますように、悪いものや災いや大病から守られていきますように、子どもたちも悪いものの目に止まることはなく、災いや大病やまたインフルエンザから守られていきますように。さあ聖霊様、ご一緒にこの群れ、この町々、この民族、この世界をリバイバルして、キリストのもとに立ち返り勝ち取ってまいりましょう。祝福を宣言します。この捧げ物を受け止めてください。イエスの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。それでは、献金の、ね、ために、今から賛美を下げながらしていきたいと思います。どうぞご準備ください。清しこの夜祈りを捧げいたしますので、ご起立のご協力をお願いいたします。主の祈りを捧げます。天にいます、我が父よ、日ごとの鐘。
仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会所お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも今からとこしえまで豊かにありますように。どうぞ。